あらららら。いやー、2点分あったね。ポールセンとボアテングで。くそー。いやー、もったいない。リーグ戦は結構いい感じだよね。調子いいんだけど。はい。じゃあ。うおー、名声いいね。名声上がってますよ。着実に積み上げてる感じでいいですね。まあ相手も結構他のチームもね、まあ結構頑張ってるっちゃ頑張ってるんだよね。ブルーノ、ブルーノ。トレーニングリザルツ、フェリックス、上がらない。上がらないね。やっぱ腰後のトレーナーじゃ、もう維持が精一杯だね。きついな。フィジカル、ディフェンシブ、ディフェンシブかな。お、ルーベン・カストロ。そう、今ルーベン・カストロをね、移籍させてんだよね。7試合中4試合。まあ、微妙だね。はい、ということで、次回の動画はですね、第6週目ということで、第7節のね、リーグ戦をやっていきます。もうカップ戦は負けてしまった負けてしまったんで、もうリーグ戦の消化しかないですね。リーグ戦の消化って言ったらあれだけど、リーグ戦しかないああ最悪だ。はい、ということで、まだねチャンネル登録してない人、そしてベルもねまだ押してない人、そしてまあそういう人はですね、ぜひチャンネル登録、そしてベルもね、押してもらえればなと思います。あと、この動画がね、いいなぁと思ったら、いいね、押してください。あと、ツイッターのフォロー、ベルもね、お願いします。他のね、SNS も紐付けてあるんで、そちらの方もチェックしてください。それでは、バイチャラ。